水素で変わる先へ。脱炭素化に向けて世界中で水素エネルギーへの期待が高まっています。 JAXA 種子島宇宙センター、ロケット燃料の液化水素を貯蔵するタンクは川崎が製造運用しています。川崎は水素にいち早く着目し、40年前からその技術を培ってきました。水素でカーボンニュートラルは実現しますか？川崎は水素エネルギーのインフラ作りを進めています。あらゆる事業の技術を結集、水素を作る、運ぶ、貯める、使う仕組み作りで、水素エネルギーが広く行き渡るクリーンな未来を叶えようとしているのです。水素でカーボンニュートラルの実現へ。この美しい地球を守り、つないでいくために、川崎は今日も歩みを進めています。水素で変わる先へ。川崎重工。